戦後に鉄筋コンクリート造りで再建されてから65年となる現在の広島城天守をめぐっては、耐震性の不足が判明し、耐震補強をするか木造で復元をするかが議論されてきました。広島市は木造で復元することを目指しています。今日は木造復元の可能性を高めるための初めての検討会議が開かれました。7人の専門家らが出席し、今後の課題などを確認しました。これから検討していく内容としては、解体や復元に伴う文化財への影響や必要となる費用や実施方法のほか、バリアフリーへの対応などが挙げられています。これから何を検討するのか、そういった課題がですね、しっかりと明示された。だから したがってですね、この復元という非常に壮大なに、しかもたくさんの作業量があるものの中で第一歩しっかりと踏み出した、そのように大変喜んでおります。検討会議は2025年度までにあと数回開かれ、課題などの整理をしていくとしています。